第5話、新しい一歩。翌日のホームルーム。卒業生を送る会も間近に迫ってきました。今日はできれば一気に飾り付けの準備を仕上げたいと思います。私今日予備校なんだけど。悪い、俺もちょっと用事あるわ。お前はどうせ新作ゲーム買いに行くんだろ。ちょっとみんな聞いてよ。ここのところみんなが手伝ってくれないから、あんまり作業が進んでないんだ。だから。だって、綾辻さんがやってくれるって言うから。それによ、何のために委員選んだんだよ。実行委員がやれば済む話よね。だよな。だから、それは。綾辻さん。みんなで卒業生を送り出す会ってこと。忘れてない？私、バイトの時間までなら手伝えるけど。本当？助かるわ。ありがとう、棚町さん。私も予備校までちょっとは時間あるから。俺もみんなありがとう。それじゃあ作業については指示を出すから、机を並び替えて。びっくりしたよ。急にどうしたの？別に今さら猫かぶる必要もないかなって。え？誰かさんにさえ嫌われなければそれで十分。他はどうでもいいわ。それって綾辻さん、まず何からすればいい？ちょっと待って。びっくりした。カオル、綾辻さんがいきなり切れるとは。いや、案外あっちが本性？どうだろう。でもん？ああいう綾辻さんもかっこいいよね。うん、そうだね。それじゃあ手伝おっか。ああそうだ、カオルに一つ相談があるんだけど。ん？そして卒業生を送る会も無事終了して、みんなお疲れ様。それじゃあ片付けは手はず通りにね。はい。綾辻さん、立花くん、森島先輩、それに塚原先輩も挨拶お疲れ様でした。いやいや、君たちの学年が盛り上がってくれてよかったよ。そうですね。でもコール&レスポンスさせるなんて、あれじゃアイドルのコンサートよ。そう？いいじゃない、盛り上がったんだから。そうだ、改めてご卒業おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。こちらこそ盛大に送り出していただいて感謝感謝よ。堅苦しくなくて、でも締めるところはきちっと締めて、いい会だったわ。ありがとうございます。先輩たちに喜んでもらえれば何よりです。片付けもあるだろうから、私たちはこれで。じゃあね。はい、失礼します。喜んでもらえたみたいでよかったね。そうね、苦労した甲斐はあったってところかな。お疲れ、二人とも。棚持さん、今日もバイト？そんなところ。あ、純一、例の話店長にしておいたから、近いうちにお店に来て。バカ、その話は。それじゃあね。バカカオル、内緒にしてくれって言っておいたのに。例の話って？私、隠し事をするのは好きなんだけど、隠し事されるのは大嫌いなのよね。それってただのわがままなんじゃ。何か言ったかしら？いえ。それで？カオルのバイト先で僕もバイトをしようかと思って。バイト？どうして？資金を貯めようかと思って。その二人暮らしの。気が早いかもしれないけど、今のうちから貯めておいた方がいいかなって。立花くん、ほんと気が早いわよ。でも真剣に考えててくれたんだ。うん、約束したからね。そっか。よし、
頑張ってお金貯めるぞ。100万円ぐらいね。これからも私たちには楽しいだけじゃなく困難も待ち受けているだろう。けれど彼との約束があれば頑張っていける。そしていつか必ず手に入れる私の本当に帰るべき家を。